インド国防省本部インド陸軍は、インド軍の軍手の一つで、永遠軍を発祥とする。1947年に、インド独立と共に設立され、インド軍最大の軍事組織である。1776年に、東インド会社が、軍事部門として創設したのが始まりである。1833年になると、東インド会社事務局は、 軍事部門を含む4つの部門に再編された。1857年には、英印軍として設立された。1895年4月には、ベンガル軍、マドラス軍、ボンベイ軍などの俗領の軍隊を含むようになっていた。その時点で管理を容易にするため、タンジャーブ、ベンガル、マドラス、ボンベイの4つの部隊に分けられた。英印軍は、イギリス領インド帝国の軍すなわち、 インド皇帝を兼ねる英国王の軍となり、イギリス陸軍の一部となった。インド周辺の英面戦争やアフガン戦争だけでなく、第一次世界大戦と第二次世界大戦に動員され、活動範囲は世界中に広がり参戦した。第二次世界大戦後、インドが独立を達成すると、インド陸軍もイギリス陸軍の参加を離れた。 独立以来、第一次インパ戦争、ポロ作戦、ゴア解放、中印国境紛争、第二次インパ戦争、第三次インパ戦争、シアチェン紛争、スリランカ内戦介入、及びカールギル紛争などに参加。カシミール紛争の舞台である高山地帯から、低地の砂漠や湿地帯、ムンバイ同時多発テロのような市街地での、 大テロ作戦まで様々な地形での豊富な戦闘経験を持っている。国連の平和維持活動への参加も非常に積極的で、これまでにキプロス、レバノン、コンゴ、アンゴラ、カンボジア、ベトナム、ナミビア、エルサルバドル、リベリア、モザンビークを呼び、ソマリアで活動を行っている。朝鮮戦争では国連軍側で医療支援を行った。 日本の陸上自衛隊と初の共同訓練を2018年11月1日から13日、ミゾラム州バイレンテで実施した。インド陸軍は、インド国内で活動することを主任務としている。その主な任務と目的は、国外からの攻撃や脅威から、インド共和国の国家安全を保障し、防衛を確保することであり、国土と国民の平和と安全を維持することにある。 また、インド陸軍は、国内の自然災害や、その他、国連平和維持活動に、積極的に参加し、災害救援や、人道救援活動を行っている。徴兵のための規定は、インド憲法に存在するが、徴兵制度でなく、志願制を採用している。インド陸軍は、現役兵約115万人であり、予備役は、約96万人の兵力を保有する、世界。 第2位の規模の陸軍である。近年の中華人民共和国の軍閣やパキスタンとの領土問題に対応し、陸軍の近代化を目指して軍備を増強している。陸軍は北東部の中国国境正面に二個山岳師団を編成中である。さらに二個山岳師団からなる山岳打撃軍を進編する計画中であり、2017年までに10万人規模の 兵力増加となる。ラージプート連隊の兵士パラコマンド部隊インド軍の法律上の最高司令官は大統領だが、事実上の指揮権はインド政府の国防大臣が有している。インド軍の管理、運営は国防省が担当する。インド陸軍の最高司令官は陸軍長官兼陸軍参謀長のビクラム、新大将である。 戦略的方面軍といえる7つのコマンド。1つのコマンドは2個軍団以上で構成されていると13個軍団、1個の軍団はその指揮下に複数の陸軍師団で編成が存在する。師団数は37個置かれている。インド陸軍編成司令部は多くの軍の教育センターを管理。現在、愛軍団は南部コマンドに転出中。 第23不評師団第57山岳師団第2三学師団第5三学師団第21山岳師団第17山岳師団第2 3三学師団第27山岳師団第3不評師団第8三学師団第19不評師団第28三学師団第10不評師団第25不評師団第39不評師団第1 0砲平均考量団 第26不評師団。第29不評師団。第39山岳師団。第41方兵師団。第11不評師団。第12不評師団。第4走行旅団。第340機械化旅団。第33機構師団。第36ラピット系機械化風評師団。第54。不評師団。第475公兵旅団。第40。方兵師団。第1機構師団。第14。 ラピッド系機械化風評師団第474、公平旅団第612、機械化独立防空旅団第7不評師団第9、不評師団第15不評師団、第2独立機構旅団。第3独立機構旅団、第26不評師団、第29不評師団、第2独立装甲旅団、第3独立装甲旅団第42方兵師団。 第4不評師団第6山岳師団第31機構師団第16不評師団第18ラピッド系機械化風評師団第24ラピッド系機械化風評師団第6独立機構旅団第615独立防空旅団第471公平旅団陸軍航空隊は戦術的な航空輸送、偵察、医療避難のための小型ヘリコプター158機を運用する なお大型ヘリコプターなどは、インド空軍が運用する。アージュン MBTT-90S、ビッシュマ K955mm 自走榴弾砲戦車自走隊、空砲戦闘車両下砲、ミサイルピナカタ連装ロケットシステム不評価機因ス突撃銃、タボール AR21 ベレッタ92回転翼機、無人攻撃機。ありがとうございます。